さあ、この週は10秒7、もう一回やり直せるか。9秒2。レース終了です。マシンを回収してください。5、2、3、かなりいいタイムだと思います。さあ、最後の2周でベストを持ってきました、増田選手18秒523、9秒2で最後回ってます。ちょっと待ってくださいね。次がチャンピオンシップ、その次が坂本選手。はい、コースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは坂本。はい、ポンダー OK です。OK ですか。それではスタートします。プラクティス終了です。それではスタートします。レースを開始します。はい、どうぞ。さあ、1周目入ってきます。10秒1。さあ、2周目9秒台、10秒61。9秒78、合計タイムが19秒39。10秒1。9秒6。もう一周できそう。19秒27。まだ2番手です。9秒6、9秒5と続いています。レース終了です。マシンを回収してください。3で2番手タイム。坂本選手も最後の2周でベストをまとめてきました。次が若松さん、その次が光賀君、最後がお父さんです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはミノルホワイト。はい、ポンダ OK です。さあ、増田選手18秒523なんで、9秒26を2連続するとこのタイムに並びます。それではスタートします。プラクティス終了です。レースを開始します。はい、どうぞ。さあ、まず1周目は9秒5。9秒29、2番手タイム。この週は11秒台。もう一回ここからやり直しです。9秒6。9秒4。さあ、もう一周できます。9
秒3、18秒79、増田選手まで2周走ったあと 0.2 秒弱。レース終了です。マシンを回収してください。若松選手がトップタイムです。9秒058。すげえ。最後2周で9秒3、9秒0で待ってきた。お、ちょっと待ってね。はい、それでは高賀君のヒート構想をオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは TRF コウガナロー。はい、ポンダ OK です。ん、どうした、なんか音が変だ。ちょっと待とう。はい、プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。スタッカースタートの順番は TRF コウガナロウ。若松選手18秒39には2連続で9秒19を出さないとこのタイムが出ない。現在高賀君がバックラッシュの調整を行っています。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは TRF コウガナロー。はい、ポンダ OK です。はい、それではスタートします。プラクティス終了です。それでは予備予選いきます。レースを開始します。はい、どうぞ。2周目9秒4、19秒05、増田さんの後ろ3番手、8秒25。
方、増田さんの後ろ変わらず。9秒6。9秒4。もう一周できます。9秒2。さあ、これが最終周。レース終了です。マシンを回収してください。後ろ3番手タイムです。いや、ここまで全車最後の2周でベストを持ってきてます。高賀君は9秒2、9秒3で最後2周回っています。さあ、最後がお父さんです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは新一郎なろう。今慣れてくればね、いろんなスタイルの人もいて、真面目に言う人もいればさ、茶化す人もいるし、わかりやすい、うん、はい、ポンダ OK です。あ、そうだな。あ、そこそこ、それかわいそうだよね、うん、はい、それではスタートします。プラクティス終了です。レースを開始します。はい、どうぞ。さあ、1周目、1秒1。9秒8、5番手タイムです。9秒7。5番手変わらず。9秒61。さあ、もう一周できます。もう一周できます。この週11秒台、これが最終週。レース終了です。マシンを回収してください。9秒6で回って総合5番手。はい、それでは予選の組み合わせを作ります。今、甲賀くんが予備予選の結果を貼ってくれています。組み合わせまだ、うん、甲賀くんが3番で、坂本さんと新一郎が、はい、予備予選 TQ は若松選手、2番手が増田選手、3番手が甲賀君、4番手坂本選手、5番手お父さんとなっています。で、予選は坂本さんとお父さんで、残りの3名で、2組目。じゃあ5時15分からいきます。5時15分。何気に今日コースレコード更新されてないんだよな、うん、そうなんだ。それは発表でも今日9秒0とか1が出てるんだから9秒0と1、うん、いや、多分グリップ上がってるから、あ、硬さも来れば上がっちゃうので、はい、はい、今予選の組み合わせを貼っています。5時15分から1組目、坂本選手、お父さんからスタートします。
今年の方角はあのタミヤのね。ちょうど EDA に走ってるんですよ。あ、そうなんですか。へぇ、やってます。全然違うでしょ、食べてみます。クリさんも言ってたもんな、そういうの。いや、金がかかる。金がかかるでしょ。やらしてるお父さん、お母さんに感謝だ。時間帯になるんですよ、いや、回数だろ、時間帯はないよ。YouTube から言ったら時間帯。ギリギリだもん。うん、いずれはあの、うん、あれですか、体育館でシリーズ戦みたいな。そうですね、あの ETS うちでやってるレース。はい。大騒ぎ開幕してますけど、うちの学校も、うちの学校を使ってほしい。うちの学校、ああ、カーペットと置きっぱなしにしてるから。名物おじさんがやってる、あれが面白い。すごいなんか見てると結構面白い。
AOC だよ。レッドレダリー。今年これです。これまで。あ、これです。これです。レッドレダリー。これがずっと見てて面白いですね。正直言ってレースの質って言ったら俺も十分これでも高いね。やっぱ店長が結局うまくアナウンスしてるレースってすごく面白いなって感じますね。ありがとうございます。カニアはね、ああ、そうみたいな、ね、やっぱね、これかるよみたいな感じ。そうだ、これちょっと勉強してこいなみたいな。はい、それではそろそろ時間になりますので、エコロクナローのおまおかわりレース予選の一組目コースオープンします。3分間です。お父さんと坂本さんのヒート、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは坂本慎一郎ナロー。先ほどの第1レースでもこの2人は同じヒート走ってました。坂本選手が19周3秒、お父さんが19周6秒で先ほどはゴールしています。はい、坂本選手 OK。 おかわりレースはポイントはつきませんが、コースレコードなどは記録していきます。はい、2人とも今度は確認 OK です。練習時間が残り1分。それではいいですか。それでは並べてあげてください。プラクティス終了です。前が坂本さん、後ろがお父さんです。はい、それではスタートします。これは本番です。レースを開始します。はい、 OK です。さあ、ここから3分間がスタート。さあ、まずは坂本選手がトップタイム9秒84。さあ、坂本選手9秒6、お父さんが9秒8。さあ、トップ争いはちょうど2秒差です。ベストを更新、9秒68。それに迫るタイム、お父さん9秒69。トップラスが2秒です。変わらず。さあ、レース6周目に入っています。大時計は1分になるところ。トップは坂本選手、2番手お父さんが2秒フラットから2秒1ぐらいの差。さあ、坂本選手は今回も19周乗っけてくるという予想。ただ1回、第1レースのタイムはどうかな。まもなく折り返しの1分30秒になります。トップのマシンが現在10周目。ここで折り返しの1分半。さあ、ここで坂本選手が自己ベスト9秒45。
さあ2番手お父さんがこれでトップとドイツ周回4秒5の差。お父さんもタイムまとめればまだ19周は見えるところにいます。残り時間が1分。さあ残り50秒。さあここでお父さんがベスト9秒64。お父さん18周0秒予想。残りが間もなく30秒。さあ坂本選手が17周目に入ってきます。残り2周という予想。トップ争いは5秒の差。残り15秒。さあお父さん18周0秒0ゴール予想。残り5秒。さあ坂本選手は最終周に入っています。お父さんが乗ってきた。ここで3分。坂本ゴール。坂本選手最終周9秒36。レース終了です。マシンを回収してください。3秒。お父さんが9秒でゴール。はい、それでは予選の2組目コースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはミノルホワイト、MM2TRF コウガナロー。19周0秒、コウガ君が5秒、そして増田さんが18周0秒で第1レースを終えています。さあこの3人なら余裕でコースレコードは持っていけそうですが、立ち位置かぶる場合は成績順で決めてください。若松選手、増田選手、甲賀君の順。はい、マスター選手 OK です。坂本さん、前より上手くなってない？はい、前より上手くなって、あーみたいな生まれちゃう。あー、まあね、じゃあそこまでの絶対的スピードが出てないんですよ。ギリギリとか言ってないんだ。バッテリーが死んじゃってるから、ね、逆にその方がいいんだよ ね練習になります、ね。全車ポンダ OK です。練習時間が残り1分あります。さあこのクラスコースレコードはすべて初田選手が持っています。9秒23。3分が19周0秒。6分が38周2秒。残り時間が30秒練習時間。はい、それでは並べてあげてください。プラクティス終了です。一番前から若松さん、増田さん、甲賀君の順です。はい、ありがとうございます。スタートのタイミングは、1組目と同じです。それではいきます。3分間、レースを開始します。はい、OK です。ここから3分間です。さあまずは増田選手がトップ、若松さん襲いかかるか。さあ順位変動なしで帰ってきます。一番速いのはトップを走るマシーン、9秒10で回ってきた。さあ甲賀君が9秒19。さあ増田選手のちょっとしたミスをついて甲賀君が2番手に上がってくる。トップまでは0秒9。増田選手が0秒2後ろ。30秒。さあこの時点で全車コースレコードを突破ペースです。
さあ6周目に入っていきます。0秒5から0秒6で走ってる3台。さあ甲賀君がちょっと差を詰めたように見えます。0秒3。さあここで増田選手転倒。はい、ありがとうございます。さあ甲賀君がどっからでも行くぞという感じ。突破ですね。0秒2の差。さあこの2人がレースを引っ張っていきます。ゴール予想は20周ペース。現在9周目を走行中。3番手、増田選手が4秒5後ろにいます。ここで時計は折り返しです。1分30秒。2台が11周目に入る。0秒2の差。0秒2の差。さあ13周目に入ってきます。さあここで増田選手9秒11、前2台と4秒4。さあ高額がちょっとミスったが影響ないですね。残り時間が50秒。15周目に入ってきます。0秒2の差。この2人はともに20周ペース、コースレコードペース。おーっと、おーっと、おー、はい。さあ残り時間が30秒。さあ今のクラッシュで19周0秒予想。これでもまだコースレコードまだ狙います。残り20秒。さあ何気に増田さんも1秒9まで迫っている。さあここで甲賀選手が前に出る。0秒3の差。残り5秒。もう一周できるか。 TRF 甲賀ナローボール、レース終了です。マシンを回収してください。またしてもコースレコードに届かず、あと 0.2 秒。甲賀選手が19周0秒3、若松選手が0秒7、増田選手が19周2秒でゴール。甲賀は全体的にタイヤが滑ってるんだけど、曲がりが甲賀がいいと、ママさんだからしっかりこうタイヤがきつくて、曲がってない、ただ甲賀はもう紙一重ですから、ずーっと滑ってないんですよ。さあ先ほど若松さん氏がマークした9秒10、これはコースレコードです。うまくコントロール、こうラインの範囲内で収めてから。そうそうそう、そうバランスが悪くなっちゃうから、スライドが保てるから、ただ紙一重だ。はい、予選 TQ は甲賀君、2番手が若松選手、3番手増田選手、4番手坂本選手、5番手がお父さん、全車19周マークしています。何が、あ、001秒、あと 0.2 秒だ。
はい、このあと5時半から決勝レース6分間全員決勝スタートです。今、クリさんはロシアに行ってるのかな？だから多分、本当は今日もう帰ってくる予定だったんですけど、今後せいで仕事がはかどってないみたいな。あ、向こうもやっぱ寒いな。あ、多分、そんなはい、それでは時間になりましたので、おかわりレースの、決勝。立ち位置は予選の成績順で決めてください。甲賀選手、若松選手。増田選手、坂本選手、お父さんの順です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは TRF コウガナロー、ミノルホワイト、MM2、坂本、新一郎ナロー。はい、若松選手 OK。 若松選手は先ほどの第1レーストップゴール決めています。コースレコードまであと 0.4 秒まで迫りました。38周3秒1。はい、坂本さん OK。 編集時間が残り1分です。12.93。 はい、全車ポンダ OK。 練習時間残り30秒ありますか。はい、練習ここで終了です。プラクティス終了です。並べてあげてください。前から甲賀くん、2番手が若松さん、3番手が増田さん、4番手が坂本さん、5番手お父さんです。はい、ありがとうございます。スタートのランダムになります。それでは決勝レース6分間スタートします。レースを開始します。
トップで帰ってきたのは甲賀選手、若松選手が続く、お父さん、坂本選手、そして松田選手。あと若松選手が転倒。甲賀君にとっては美味しい展開、単独トップです。もう2番手がお父さん、3番手が若松、坂本、松田と続く。さあ甲賀選手が9秒23、全体のベストタイムをマークしてトップ。さあ2番手に再び若松選手が上がるが、トップ争いは4秒3の差。さあここまで差がつくとかなり美味しいですね。さあ甲賀君が6周目に入っています。時計は1分。2番手が若松選手、お父さん、増田選手、坂本選手と続く。さあここでベストを出してきた坂本選手、9秒7。坂本選手9秒70。さあお父さんの後ろから甲賀君がやってきます。お父さんベスト9秒71。お父さんは前に見える坂本選手と4番手争いしています。そしてその後からトップのマシンが来る。甲賀君がここでベストか、いや違いますよ、お父さん9秒59ベスト。はい、譲りました。坂本選手の後ろから来るのがトップのマシン。間にトップを挟んで4番手争い。一方2番手若松選手はトップまで4秒9。3番手が増田選手1秒2。時計は2分経過、6分間の決勝です。さあトップのマシン、坂本選手もパスしていますね。さあ甲賀選手ただ1人コースレコード更新ペース。さあここでベストは増田選手9秒20。これはこの5台の中で一番速いタイム。3番手を走る増田選手がベストタイム。さあここで増田選手再び9秒16。さあ増田選手は前若松選手とこれが2番手争いしています。甲賀君が9秒18、トップのマシン。さあお父さん転倒、その横を再び息子さんが抜けていきます。はい、ストレート止まってます。はい、はい、クリアです。さあ、赤松選手と松田選手のこれ2番手争いぴったりになっている。さあ2番手争い9秒3で2人とも合ってますね、ずっと。さあここで若松選手9秒28ベスト。ただは松田選手が前に出てますね。3分20秒経過したところ、さあトップはオレンジのカラーリング甲賀選手、現在23周目から24に入るところ増田選手が転倒。再び、若松選手が2番手に上がってくる。さあ2番手若松選手はトップまで6秒以上の差があります。3番手増田選手の後ろからトップのマシンが来る。ボード圏はここで4分、残り2分です。トップ甲賀選手はコースレコードペース変わらず、現在27周目に入っていく。さあ坂本選手の後ろから来るのが2番手3番手のマシン。坂本選手現在単独4番手。さあ増田選手が再び差を詰めてくる。2番手争い0秒6。坂本選手後ろから来ます。あ、危なかった。はい、ありがとう。さあ残り90�秒、坂本選手今度後ろからトップが来ます。さあ甲賀選手が31周目に入っています。2番手争い若松増田、この差がだんだん詰まってくる。0秒4。さあ若松選手がミス、再び増田選手が2番手に上がってくる。若松選手後ろから来るのがトップです。残り1分。
さあ2番手増田選手、ペースは悪くないです。コースレコードの2秒落ちぐらい。さあ高額がちょっと落ちた。残り間もなく30秒。さあトップのマシンにミスがありました。ただトップは変わらず、まだ39周ペース守っているトップ。レコードが見えてくる。残り20秒。さあ37周目に入っていきます。2番手が増田選手、若松、坂本、お父さんと続く。残り10秒。さあ高賀君が38周目に入ってきました。残り10秒残している。さあこれで高賀君9周に入った。ここで6分。新一郎ナローゴール、 MM2 ゴール、祈るホワイトゴール、坂本ゴール。リレース終了です。マシンを回収してください。10秒でゴール。2番手増田選手が38周3秒、若松選手が38周5秒、坂本選手が6周の5秒、お父さんが3周の2秒です。はい、それでは高額以外でもう一回関係しますよ。また立てます。どうしますかね。最初はグー、じゃんけんぽ、グーの人。写真撮ります。はい、OK です。